卒業式エピソード再現寸劇、イエーイ、あつおちおちです、りっちゃんね、パパパピやっちゃんです、はい、はい、ということでですね、今回は卒業シーズンということで、はい、皆さんから卒業式のエピソードを募集させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そこから3つ選ばさせていただいて寸劇で再現していきたいと思います。はい、それではどうぞ。中2の時、私は古典の友達3人と仲良くしていました。でも人見知りだったため、他の友達とは仲良くできずにいました。それはやばいよ。なっちゃった。え、マジで。え、それ私初耳なんだけど。え、知らない知らない。それはキモい、やばい、ねえ、超ウケるよね。それはないって。そのまま中3になり、3人は同じクラスで、私だけ別のクラスに。はい、今日の授業はですね、これ、なんて読むかわかりますか。そうです、はあ、本当の先生、適当なことばっか言っててムカつく、はい、どうせクラス替えだって、私だけ一人になるように意地悪したんでしょ。わかりましたか。ああ、あんな先生がいなければ今頃4人で一緒のクラスだったのにな。レッスンは出ない。これはね、当たり前の常識として。でもこのクラスで新しい友達作るしかないか。あ、ねえねえ、なっちゃん、なっちゃんって数学得意だったよね。あ、うん。あのさ、さっきの授業でちょっと分かんないとかあったから教えてくれる？うん、私にできるなら。一生懸命頑張って友達を作ろうとしていたら、かなり社交的な性格になって、人見知りしていた頃よりももっと楽しい毎日になりました。あの、食べたいお店あるんだ。あ、そうなんだ。でさ、ここなんだけど。あ、これは 6.13 だよ。あ、そういうことか。このイコール。先生。おー、りっちゃん、3年間ありがとうございました。あ、ありがとう。実はちょっと先生にお礼を言いたくて。お礼？いや、私中2まで、あの、仲良し4人組でずっと固まってたじゃないですか。あ、それで他に友達いなくて、でも中3で私だけ1人になって、まあ、それ先生が決めたと思うんですけど、もうなんで私だけ1人にしたのって、その時はすっごいムカついてたんですよ。でも頑張って友達作ろうって思って、いろんな人に話しかけたりしてたら、なんか前よりももっと楽しくなって。そうか。だから先生、ありがとうございます。そっか。俺はクラスを決めただけだ。りっちゃんを一人にして何度もかわいそうだと思った。でもこうやってりっちゃんがまた笑顔になれて、先生は嬉しいと思ったよ。改めて3年間ありがとうございました。卒業おめでとう。ありがとうございます。それからは高校にいても友達を作るのが楽しくて、学校生活が充実してました。先生には今でも感謝しています。先生ありがとう。くそ。くそ。ほら。くそ。卒業式を1ヶ月後に控えた6年生の1月のことでした。ヤスケ、うん、今日も学校楽しかった？うん、楽しかった。よかった。うん、あ、実はね、ちょっと今日はね、うん、お話があるの。うん、実はパパのね、会社の都合で、うん、海外にね、引っ越しすることになったの。え、すごい。だから、学校も転校するの。え、そうなの？うん。でもきっと楽しいわよ、海外の学校は。そっか。うん、いろんなね、国の人がたくさんいるの。うん。でも、うん、1ヶ月後に卒業式だよ。あ、そうね。せめてさ、卒業式の後にとかできないのかな。それが、もう来週に引っ越さなきゃいけないの。え、来週？そう。そんな。だから、今週中にみんなにお別れちゃんと言うのよ。いやだ、そんなのやだよ。陽介ごめんね。
先生。あら、洋介くん。あの、うん、卒業式出れないんで、卒業アルバムください。あー、ごめんね。卒業アルバムまだできてないから、渡せないの。嘘。ごめんね。卒業式も出れなくて、卒業アルバムもらえなんて、あんまりだ。ごめんね。僕は転校したけど、僕たちはずっと友達だからね。日本に帰ってきたらまた会おうね。じゃあバイバイ。一時帰国することになった僕のために元クラスの子が集まってくれることになりました。いやー、日本久しぶりだな。みんな元気にしてるかな。あ、おーい、おーい、みんな久しぶりー。おー、みんな変わってないな。お、これをやっち卒業おめでとう。あ、やった、卒業式出られなかったから嬉しいよ、ありがとう。せーの、はい。これは卒業アルバムじゃん。これどうして？なんかクラスのお母さんたちがお金集めて買ってくれたんだよ。そうなんだ。もらえなかったから嬉しいな。ありがとう。嬉しいよ。嬉しいよ。ありがとう。私には好きな人がいました。でも、はあ、やっぱり私がもらえるはずないよな。恥ずかしいし帰ろ。あ、なちゃん、もう帰るの？あ、うん、ゆっちまだいるの？あ、俺まだいる。あ、そうなんだ。うん、なんか終わった気しねえな。そうだね。明日も学校なんじゃねってぐらいな。うん、楽しかったね、3年間。3年間、そっか、3年間一緒だったよな。うん、修学旅行同じ班だったよな。そうだね、楽しかったね。楽しかったな。うん、なんかみんなでご飯作ったりするのすごい楽しかったな。うん、よっちがさ、皮むけなくてさ、すっごいギザギザなリンゴになっちゃったじゃん。初めてだったからな。いや、でもお前こそ手とか切って血出すから。だって俺が急いで傷板持ってきた。そうだよね。でもほんとなんかすごい頼もしかった。ああ、うん、その後徘徊とかしたよな、夜な。したね、怖かった、夜道。でも結局何も出なかったね。そうだな。で、なんかほら、一つポツンだったコテージとか覚えてる？覚えてるよ。めっちゃ怖かったね。あ、でも最終的に怖かったのがよっ、違うよ。え、生きてる人間だってこと。そういうことね。生きてる人間だってこと。ヨッチが驚かしてくるのが怖かったって言ってたかと思った。それはな、まあいたずらとかよくしてたからな。うん、よく。いや、でも楽しかったな。楽しかったね。ああ、さすが第二ボタン。ああ、開けたんだね。ああ、さすが、ほんとまたまたじゃね。いや、全然そんなじゃねえし。じゃあ、私帰るね。またね。あ、ちょっと待って。あげる、俺の第二ボタン。え？受け取って。なんで私に？それはなっちゃんのことが好きだから。俺と付き合ってください。ダメかな。いや、喜んで。本当に？よっしゃ。嬉しい。よっしゃ。
やったー、ね、やったやった恥ずかしいやった、ね、じゃあ、ね、行く、うん、カラオケでも行くか、じゃあ行こう、じゃあ俺ら2人行く、2人行くわ、じゃあな、あ、じゃあな、ありがとう、嬉しい。彼は親の転勤で大阪に引っ越すことになって離れ離れになってしまいました。でも今でもいい青春の思い出です。はい、ということで皆さんの卒業式エピソードを再現してみました。なんかよっちょさ、うん、印象的なエピソードがあるって聞いたけど、はい、これちょっとね寸劇にしたかったんだけどできなくて、うん、僕のね、うん、エピソードはね3年間ね、うん、担任だった先生がいるんだけど、うん、その人がね、うん、絶対泣かない先生だったのよ、はいはいはい、で卒業式当日に、うん、サプライズでみんな T シャツを着てるの、うん、そのメッセージ T シャツをやったんだけど、うん、まあ、3年間何々先生ありがとう大好きです、うん、みたいなのをね、はいはいはい、30人でやったわけ、うん、でそれをこう一気にバッ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 みたいな、うんうんうん、それを見せたらもうなんとその先生がもう涙涙して、うん、いやそれは嬉しい、めっちゃいいね、なんかね、うん、その今までで一番いい生徒を持ったって言ってくれて、おー、よかったなっていう、うわーいい話や、そうなんですよ、はい、ということでね、他にもねたくさんいいエピソードあったんですけども、はい、またね機会があれば再現できたらいいなと思ってます。はい、それではこの動画が面白かったら高評価コメントよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またね、今日の動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画を